今日は天彦さんということで。さあ坊やたち、素敵なプレーを楽しもう。はい、終了、撤収。寺さん、あんまり聞きたくないな。大丈夫か、深掘りは危険だぜ。とりあえず世界セクシー大使って何なのか教えて。ああ、それもう前に聞いた。あ、聞いたんだ。説明されても何一つわからん。トローに終わるよ。普通のからいきますか。好きな食べ物は何ですか？チェリーが大好物。真面目に答えてください。え、真面目ですけど。イオリ君、奴に引っ張られちゃダメ。普通の回答とも言える。恋人はいらっしゃいますか？います。やっぱり。どんな方ですか？この世に存在する世界中の変態さんたちです。真面目に答えて。え、真面目ですけど。本気でそんな風には思ってないでしょう。いえ、思ってます。本当に？本当ですとも。本当だったら余計やばいでしょうが、むしろ冗談であれ。たまにしばらく家にいねえよな。あれはなんだ？主に別荘にいることが多いです。別荘？あるんだ。ええ、海沿いの素敵なところです。別荘で何やってんだ？戯れています。は？踊ったり登ったり潜ったり裏返ったり。裏返る？どういうことだ？皆さんもぜひ遊びに来てください。結構です。え、天彦さんってもしかしてお金持ちですか？ご実家は？普通の家ですよ。兄弟はいるの？ええ、兄が一人。そうなんだ。お兄さんは何やってる人ですか？医者です。へえ。じゃあお兄さんはお医者さんで、弟は世界セクシー大使になっちゃったんだ。ええ。大丈夫だったの？何も問題はありません。兄はセクシーだから医者になった。弟の僕はもっとセクシーだったから世界セクシー大使になったわけです。なるほど先生。なるほどじゃないでしょう。よくわかんないんだけど。おい、てめえも何か聞け。なぜこの家で暮らしているのですか？確かにな、別荘あるし。僕がこの家で暮らす理由、僕が皆さんのことが好きだからです。真面目に答えて。またそうやって茶化す。茶化してなどいない。僕は嫌いな人とは関わりません。この家の住人の皆さんはほんとセクシーだ。好きです。尊敬しています。これが僕の正直な気持ち。というわけで皆さん、これからもこの天彦とセクシーシェアハウスストーリー、どうか末永く続けさせてください。検討します。皆さん、いつも覗き見てくださりありがとうございます。チャンネル登録をすればあなたはもっとセクシーに、新境地に参りましょう。